バルデ・グレースの天井画、ピエール・ミニャールは、フランスの画家である。装飾画、肖像画の分野で17世紀フランスにおいて、重要な画家の一人である。フランス北部、オーブ県のトロワで生まれた。父親も、画家で、兄のニコラ・ミニャール、ニコラス・ミノールド、1606から1668も、画家、版画家となった。1624年から、 ブールジュの画家やトロワの彫刻家に学んだ後、当時、宮廷美術の中心の一つであったフォンテーヌブローで、フランチェスコ・プリマティッチオ・ヤロッソ・フィオレンティーノといった芸術家たちの作品を学んだ。イタリアからバロック絵画をフランスにもたらしたシュモン・ブーエの工房に入り、将来のライバルとなるシャルル・ルブランと共に学んだ。1635年にローマに修行に出た。アゴスティーノ・カラッチや、 フランチェスコ・アルバーに、ドメニキーノといった、ボローニャ派の作品に強い影響を受けた。イタリアで宗教画を描き、評判になり、1657年に、ルイ14世の宮廷画家として、パリに呼び戻された。イタリアからの帰路、作家のモリエールと知り合い、二人は親友になった。後にモリエールは、バルドグラース教会の天井画を称える歌を発表し、ミネアールを称えた。パリでは、 人気のある肖像画家となった。パリの教会、バルデ・グレースのドームの天井画や宮殿の装飾画も描いた。1687年に貴族の称号を得た。1690年にルブランが没した後、首席宮廷画家、プレミア・パントルとなった。1690年から没する1695年の間、王立絵画彫刻アカデミーの委員長の職も務めた。 ありがとうございます。